シャーロック・ホームズシリーズ、シャーロック・ホームズシリーズは、小説家、アーサー・コナン・ドイルの作品で、シャーロック・ホームズと友人で、書き手のジョン・エイチ・ワトスンの織りなす冒険小説の要素を含む推理小説ある。1887年から1927年に、かけて60編、長編4、短編56が発表された。長編として発表した第一作。 第二作は人気が出なかったが、イギリスの月刊小説誌、ストランドマガジンに依頼され、短編を連載したところ大変な人気となった。それ以降の作品はすべて同誌に発表された。物語は基本的に事件の当事者、あるいは捜査に行き詰まった警察がホームズに助けを求め訪ねてくることで始まる。ホームズが現場に調査に行き、 警察の見過ごした証拠を発見し、推理を働かせて、ことの謎を解き、物語は終わる。ほとんどの作品がワトスンによる、事件記録、という形で書かれている。変人の探偵と常識人をコンビにして、相棒を物語の書き手とするスタイルは、史上初の推理小説と言われる、モルグ街の殺人、エドガー・アランポー、1841年を、踏襲している。 コナンドイルが書いた60の長短編は、熱狂的なファン、シャーロギアンから聖書になぞらえて、聖典、聖典、古年代記、サーガなどと呼ばれる。このカノンは、コナンドイルのアナグラムでもある。聖典に対し、聖書同様に、外典、境外典、儀典などと呼ばれる作品群がある。アポクリファについては、定義に揺れがあり、 ホームズに関連したパロディやパスティーシュのすべてを外転と呼ぶこともあれば、ドイル自身によるホームズのパロディなどに限定して、境外転する説、聖典で言及されたものの執筆されていない事件の記録を偽典とする説、外転をドイルの執筆した儀曲、芝居の台本、ドイル自身によるパロディ、ホームズが脇役で罰する作品の三種類に対別する説などが、 シリーズのほとんどの作品が、ワトスンの一人称で記述されているが、最後の挨拶と、マザリンの宝石は三人称。白面の兵士と、ライオンのが紙は、ホームズの一人称で記述されている。クロリア・スコット号事件と、マスグレーブ家の儀式は、ホームズがワトスンと知り合う。以前の体験を語って聞かせるという体裁をとり、実質、ホームズの一人称での記述になっている。また、 ヒーローの研究と恐怖の谷の後半にかなり長く三人称で過去の出来事を語った部分がある。以下の放題は新長文庫版のものである。TV 化された作品など異なる放題は多数存在し、原点の直訳とは全く違う内容に即した題名が当てられているものもある。括弧内はそれらのうち大きく異なっているものである。日本は 英語圏以外で最も早くホームズものが紹介された国の一つである。明治27年、1894年の雑誌、日本人1月号には、すでに、古事記道楽の役代で、唇の曲がった男が紹介されている。役者名が記載されていないが、これが現在確認できる範囲で一番古い、紹介である。ついで明治31年、 1898年9月7日から同年9月17日にかけ、徳富呂かの本案で秘密条約が連載されている。これは海軍条約の紹介である。中編の紹介は明治32年、1899年には血染めの壁の放題で毎日新聞にヒーローの研究が連載されている。ホームズは、本間ワトソンは和だと日本人にされ、 舞台は、ベルリンに変えられた、翻訳者は、無名詞とされ、誰であったかは不詳。また、同年には、水田南洋が、冒険のいくつかを中央新聞で、不思議の探偵の壮大で、紹介翻訳している。外遊した際に、ホームズものの人気を聞きつけ、帰国後に、これを訳したという。冒険が1892年に出版されたので、わずか7年で持ち込まれたことになる。 マダラの紐を読者の秘密としてしまうなど、題名でネタを割ってしまっている例もあるが、赤毛組合を特等クラブとした当時の日本人に馴染みやすく改変を行った例もある。明治末期、1907年あたりから続々と作品が刊行され始めた。明治期の紹介は当時の日本人多くには英米の人名や地名あるいは文物に馴染みがなかったので、 翻訳というよりも本案あるいは際話というべきものが多い。舞台をイギリスから日本に人名をホッタやワダニなど分かりやすい人名に置き換えている。また、英語教材としても扱われており、明治40年、1907年4月には佐川春水役中、銀行盗賊、権者と役中書が出ている。その後もいろいろな役中者がいろいろな出版社から、 短編の一作あるいは数作の役中書を刊行している。短編集として、原書の一冊をまとめて紹介したものは、大正四年、1915年11月の、探偵王、ヘビー氏博士、矢野工場役が講師であるが、これは翻訳というより本案というべきものである。その後、大正五年、1916年には、加藤朝鳥役、 シャーロック・ホルムス第一編から第三編で冒険の著作がすべて訳されている。大正十二年から刊行された攻撃者の万国怪奇探偵草書には、シンクの一子、ヒーローの研究、ホルムスの思い出、四つの暗号、四つの署名、地獄の手、恐怖の谷、ホルムスの再生、帰還、食堂の殺人、最後の挨拶と刊行されているが、短編集の訳は、 前編のわけではなく割愛された作もある。攻撃者はその後改めて、攻撃者英文全訳総書として、メモアーズ・オブ・シャロック、ホルムス、リターン・オブ・シャロック、ホルムス、アドベンチャーズ・オブ・シャーロック・ルムス、サイ・オブ・フオーア、スタデイ・イン・スカーレットを刊行している。署名はすべて現代のカタカナ・書きだが内容は役所で、ある。昭和五年に平凡社世界探偵小説全集の中の、 1> 第1巻から第6巻として、江戸川乱歩が、恐怖の谷、あやかし剣、シャーロック・ホームズの冒険を、三上乙吉が、シャーロック・ホームズの記憶、シーロック・ホームズの帰還を、刀剣しかもが、アルグロテスクを、信原バラ剣が、シャーロック・ホームズの事件簿を担当している。昭和11年から13年には、岩波文庫で、菊池武一役、ホームズの冒険、ホームズの回想。 ホームズの帰還が刊行された。平凡社版の短編集には、原書にありながら訳されていない作があるし、役者として名前を挙げている人が、必ずしも自身で訳したわけではなく、乱歩など、すべて代役であると後年自身で実回している。また、岩波文庫のものも、やはり作品の選択が行われている。全作品が原書に従って訳出されたのは、昭和6年。 1931年から昭和8年にかけて刊行された改造者版世界文学全集、ドイル全集、全8巻が最初である。この時、シャーロック・ホームズの事件簿の役室について、原著者の許可を取ったために翻訳権が成立し、ホームズもののうちこの一冊のみ、役所の刊行できる出版社が長く限られていた。また、ノブバラ県は大正末期から、 ドイル作品を訳し、昭和6年にはドイル全集が刊行開始されている役者の一人。戦前からドイル翻訳を手掛けていたノブバラが戦後新たに取り組み、1951年月曜、初号からシャーロック・ホームズ全集を刊行開始、翌年全13巻で完結、日本初の全60編の翻訳を個人全訳で成し遂げた。 月曜処簿版には、元無理男が収載されているが、後に、ドイルの作ではないことが分かったので、現行の作品集では収録されていない。新潮文庫では、全集完結の翌年1953年3月に、シャーロック・ホームズの思い出より、刊行が始まった。b r 十三年に、シャーロック・ホームズの冒険、銅、帰還、銅、事件簿の各短編集。 ヒーローの研究、恐怖の谷、四つの署名の各長編を54年にバスカビル家の犬を55年にシャーロック・ホームズの最後の挨拶を行した。BR なお、新潮文庫版はページ数制約のため短編集から計8編が割愛されており、55年9月にその8編を収録した日本独自の短編集、シャーロック・ホームズの英知を刊行し、 日本初の文庫版、ホームズ全集全十巻が完成した。なお、文庫以外にも、ノブバラわけで別に、新潮社から、全集も刊行していた。全詞でも述べたが、ノブバラは、戦前から、ドイル作品の主要な役者で、役所は、戦前、すでに一部文庫化されていた。BR ノブバラはさらに文庫版全集完結後、ホームズ作品以外のドイル作品を翻訳し、 57年からドイル傑作集を刊行。58年、60年、61年までに全7週の傑作集を訳した。また65年に我が思い出と冒険、コナンドイル辞伝を訳している。1994年に限定復刊。BR 新潮文庫では、ノブバラによる戦前からのドイル翻訳の修正として、ドイル作品群が揃えられていたが、ホームズ作品と、 ドイル傑作集、7巻中の3巻の全20短編、以外は、年を経て、品切れとなった。1977年のノブバラの没後も、順調に版を重ねていたが、90年代に、リニューアル、点による訳文の修正、改版、カバーデザイン変更した。また、ホームズ作品集以外の、ドイル傑作集、全3巻も、2006から7年に改版。 新デザインカバーとなり、重版されている。なお、この新潮文庫版以降に刊行された文庫版全集は、すべてオリジナル通りの短編集5冊、長編4冊の全9巻で刊行したが、新潮版は開版再編後も、英知を含む全10巻構成のままである。最初は、進化期版の早川ミステリー、通称ポケットミステリポケミスシリーズで、 1958年9月に、著名な英米文学翻訳家の奥牧明により、シャーロック・ホームズの受験簿を刊行し、翌年に、同シリーズで最後の挨拶を、その次が63年で、同、復活が刊行された。BR その後しばらく役所は出されず、シリーズは3作で打ち止めとみられたが、第4作は18年ぶりとなる81年に、同、冒険を、 同年に、同、改装も出版され、長編は83年に、ヒーローの研究と4つの署名が、84年に、バスカビル家の犬、85年8月に、恐怖の谷を観光、シリーズ発売開始以来、約27年をかけて全役が完結した。観光が再開された1981年に、早川ミステリ文庫での観光も始まり、6月の、冒険を皮切りに、 同年中に、改装、復活、最後の挨拶を再刊行した。うち、復活、最後の挨拶、事件簿は、文庫用に新たに訳し直したものである。83年に、ヒーローの研究、4つの署名、84年、バスカビル家の犬、85年、恐怖の谷が再刊行。著作権の関係で、文庫版では、未刊行だった、事件簿も、 開始以来10年目の91年に再刊行。草原推理文庫版と同時に新たな文庫版全集が完結した。その後、冒険は開版され、上、下に冊本となっている。BR かなりの年月をかけ完結した早川版、全集だが、ポケミス版は全天品切れ、文庫版も半数以上が品切れ、2010年現在になっている。 ホームズ作品以外のドイル作品では、進化規範の早川 SF シリーズで、1962年に、新城哲夫役で、ロストワールド、63年に、マラコット海淵、斉藤白鋼役が出ており、1996年に、早川 SF 文庫で、鹿島肖像新役で、失われた、世界ロストワールドが刊行されたが、現在はいずれも品切れ。 関連書籍に、大久保安尾役で、ジョン・ディクスンカーによるドイル伝、コナンドイルが、はじめ単行本で刊行され後にポケミスシリーズ、唯一の伝記として出ていたが、こちらも現在史書籍では、入手困難で、電子書籍のみでの販売である。東京草原社を、刊行元とした草原推理文庫版は1960年の7月より11月に、かけて、安倍友次の翻訳の下で、 冒険から最後の挨拶までの短編集4冊とヒーローの研究から恐怖の谷までの長4冊の計8冊で断続的に出版された。安倍によるホームズシリーズの翻訳は1958年に麦書房より発表された銀星号事件に橋を発するものである。後、川出書房において世界文学全集決定版が出版されるにあたり、 1958年に、その別冊巻きの一つにホームズシリーズが選ばれ、安倍が、その翻訳を担当した。安倍翻訳、草原旧版はこの時に行われた、川で旧約版を定本とした上で再翻訳による修正が行われて発刊されたものである。しかし、事件簿のみ、著作権契約の関係から聞きした、神での各出版社に優先的な独占出版権が与えられたため、 東京草原社は資本及びネゴシエーションの関係からこれに参画することができなかった。そのため、安倍役版の事件簿は出版することができず、また上実した他社が持つ独占出版権の執行を待つことなく、安倍友次が1973年に病没してしまったために、これを翻訳、出版することが叶わずに終わった。 1990年のコナンドイル没後60年による著作権及び上述の独占出版権の執行によって草原推理文庫は再度深町真理子による新訳版のホームズシリーズの出版を開始した。ただしこれは当初においてはシリーズ全体の新約出版を意図したものではなく上述した安倍役版の補完としての 事件簿の出版に橋を発するものである。そのため深町は事件簿の翻訳にあたっては自身に可能な限り安倍役番をはじめとする先行役番の尊重を試みたとしている。深町役番において事件簿を最初の役本に置いているのはこの安倍役番を保管するための事件簿の単独出版という経緯と理由によるもので、また東京創業者も口述する。 深町新訳版の刊行までは、深町版、事件坊、安倍役版の続版に順ずる位置づけを置いていた。ただ、後に時代に合わせるため、安倍分けで出されていた他の八冊の新訳、改訳が検討され、これを行うにあたって、改めて、事件坊翻訳の経験のある深町が起用され、事件坊改めて、安倍版の続版作ではなく、深町版、 ホームズの諸役作として扱われるようになった。他の役者で、ドイル傑作集、前後巻と、冒険小説、優勝、ジェラール、SF 小説等が、計全10巻ある。一部品切れ中。また深町分けで、ジュリアン・シモンズ、コナン・ドイルがあるが、品切れ、シリーズ全60話のうち47話を一冊に、収録。有名なシドニー・パジェットによる、 差し絵200点を掲載。小林司、東山茜による解説付き。相川が急成する直前の1986年9月に、刊行。品切れ。また90年代に講段社インターナショナルで、原書、シャーロック・ホームズ全集全14巻を刊行していた。全点品切れ。全作品を年代順に再編成。クロリア・スコット号事件から。 最後の挨拶。ウィリアム・ベアリング・グールドによる紹介な解説と注釈を収める。原版は東京図書、全21巻、1982から83年。別巻は、ちくま文庫オリジナル編集。小林、東山は、夫婦で、日本シャーロック、ホームズクラブを主催している。編著、シャーロック・ホームズ大辞典、東京堂、出版。 2001年を刊行し、約30年間で、ホームズ関連著作を、教編著、役所、児童書、再刊も入れると70冊以上刊行している。金刊は、ガイドブック再刊で、シャーロック・ホームズの謎を解く、宝島社文庫、2009年6月。なお川出では、小林、東山分け、著は、図説シャーロック・ホームズ、贈呈版、フクロウの本。 2005年や、シャーロック・ホームズの推理博物館、川手文庫、2001年、ウィリアム・ベアリングイコール・グールド・ローゼンバーク、シャーロック・ホームズがストに浮かぶ、その生涯、川手文庫、1987年た多,多数があり、小林塚か以外も入れると二十数冊を、刊行しているが、約半数が品切れである。なお、小林、東山版が出る前にいてはの通り、 自社船の文学全集の枠内で、安倍版、原、草原旧訳版のプロト翻訳版を用いた出版が行われていた時期がある。2006年1月から2008年1月に、刊行された文庫の新訳版。日暮正道は、ジャック・トレーシー、シャーロック・ホームズ大百科事典、川で処方新社、2002年にや、大挙の電気で、ダニエル・スタ・シャワー、コナン・ドイルデン、 東洋書林、2010年間を訳出している。また、ホームズが主人公になった小説作品を主に、他にガイダンスや辞典など、数十冊の関連本を訳している。公文社文庫版の前に、児童書の講談社の青い鳥文庫に全作品を、日暮正道役として、全16文冊で刊行している。児童向けの全作品の訳と、 成人向けの全作品の訳を両方言った初めての役者である。5. おさむき